テニプリソング800分のオンリーワンソロ部門第1位の発表です。第1位はこちら、恋風大石秀一郎。彼女の帰り道、青い春の甘い香り満たしているだ。夜には二人きりだね、まるでね焦げ付きそうな目と目で、まっぴらと手をひらり渦を巻く花びらメロディ、飛び出すテニスボール拾うた、あなた運命の人に、あなた割と簡単にボディーラー、セピア色の世界に彼しかいない、ダメだ胸が止まらない、音も聞こえない、ゆらりゆらり揺られたらふわりふわり泣かれたい、あるあるの出来事。目の前に春の嵐まとった乙女、二人時が止まったように動き出せず、ああ世には二人きりよね、まるでと泣き出しそうな瞳で、なんて突然に初めての桃色頼り、受け取ったテニスボール触れた指が運命の扉、あらら、まるで簡単にボディーラー、舞い降りてきた天使、君しかいない、恋の船は止まらないだけど頼りない、ゆらりゆらり揺られたら南南流れる春風と一緒に、セピア色の世界に君しかいない、ダメだ胸が止まらない、音も聞こえない、ゆらりゆらり揺られたらふわりふわり泣かれたい、あらら、なんて簡単にボーリーラー、二人で会えた奇跡大事にしたい、恋の船は止まらない、今は頼りない、ゆらり風に吹かれたらふわり二人泣かれたい、あの風と一緒に、エイジ間に合ったぞ。おいしい、タカさん待ってたぞ。 ありがとうございます、タカさん、あ、ももももじゃないです、今は。そうなんですね、ももとの再会は後です。後ですか、ありがとうございます。そうでしたか、来た、わー、緊張した、ありがとうございます。すごい、皆さん、大石さんは
この曲が1位になったがために来てくれたんですよ。言い方がアンドロイドの人でも、はい、1位。いや嬉しいです。どうよ、まさかまさかで、ねえ、はい、メッセージもね、いただいてますけども、沖縄県にお住まいの17歳の、はい、リエさんかな、さんいただきました。ありがとうございます。テニプリソングの中で一番好きです、うん、この曲のおかげで自分の恋心に気づくことができた大切な曲なので、ぜひテニフェスで歌っていただきたいんですということでした。嬉しいです、ね、ありがとうございます。リエさんね、はい、ありがとうございます。そう、あれ、ジャージは着るの？ジャージですか？大石さん、この後もいてくれるんですか？もちろんです。いやー来た、ねー、ありがとうございます。ジャージに着替えてこなきゃ。ちょっと待ってくださいよ、白石もいるから、もうエンディング大変なことになりますよ。大変なことになっちゃいますね。ねー、はい、楽しみですね。大石のじゃあ、はい、ジャージ姿も今日はこれから見れるってことですね。見れますね。もちろんです。大石菊丸のゴールデンペアのジャージも見れるってことですね、はい、もちろんです。そうか、エイジ待たせたなって感じですよ、本当、はい、ずっとエイジが探してたぞ。本当ですよ。いやーやっと、ね、エイジさんの曲でやるごとにエイジさん探してたから、はい、大石のことを、いやもうだから、間に合ったぞと、先間に合った、はい、受けさせていただきました。エイジ、ありがとうございます。ということで、はい、ソロ部門第1位は、はい、大石秀一郎で恋風でした。皆さんありがとう、大きな拍手でありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ。さあ、ね、ありがとうございます。さあ、ということで盛り上がりました、以上テニプリソング俺たちの800分のオンリーワン、これでソロ部門が終了でございます、ね、ありがとうございました。すごい曲ばっかりでした。ありがとうございました。